こんにちは、お肉です。今回は NiziU の番組出演がまたおや、もうすごい、もういっぱい決定してるんですけど、今回もね、また新しい番組がね、しかも NiziU が出たことのない番組が決定したので皆さんにお知らせしたいと思います。そして他のね、NiziU の情報とかも結構出てきているんですけど、それはまたね、次に出していくので、ちょっとね、とりあえずね、この速報を皆さんに伝えたいなっていうふうに思って今回動画を撮ってるので、最後まで見てください。普段は NiziU の最新情報や考察や感想などをお話ししているので、チャンネル登録と早い情報が知りたい方は通知を取ってくださると嬉しいです。そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。ということで、早速なんですけど、どんなね、番組に出るかっていうのとね、ちょっといろいろ説明していきたいと思います。はい。で、今回出演する番組は歌コンっていう番組で、あなたの歌のコンシェルジュ歌コンっていう番組なんですよ。で、今回 NHK さん、 NHK さん多くないですか？結構 NHK さんとこの JYP っていうか、結構 TWICE さんとかも出てると思うんですけど、 NiziU のね、つながりすごく多いなと思って、しかもね、その SONGS さんも昨日決定したんですけど、かなりね、いろんな曲歌ってくれたりとか、 NiziU にとって素晴らしいね、環境だなっていつも思うので、今回嬉しいし、今夜も最高の歌をっていう風に書いてあって、 NiziU はポッピンシェイキンをね、披露するみたい。楽しみだね。もうテイカーピクチャーもポッピンシェイキンもどっちだろうどっちだろうってね、楽しめるのが嬉しいし、今のところね、私ポッピンシェイキンとテイカーピクチャーのその衣装の違いがあんまり分かんないんですね。テイカーピクチャーの MV で着たものは全てテイカーピクチャーで着るのか、それともこの前のポッピンシェイキンなんか新しい衣装だったと思うので、ポッピンシェイキンの時はなんか新しい衣装で来るのかとか、なんかいろいろね、あるとは思うんですけど、それもね、やっぱ衣装もね、私大好きだし、なんかアイドルって結構同じ曲を出す時は同じ衣装だったりすることってあると思うんですけど、NiziU に関してはもう本当に毎回違う衣装だったり、もちろん同じ衣装の時もあるんですけど、すごいね、凝ってるし、もうそこからね、見ものだなっていう風に思うので、楽しみにしたいと思います。そしてこちらの放送が4月6日火曜日の7時57分、夜ですね、夜の7時57分から放送ということで、めちゃくちゃ楽しみですね。もうやばい。しかも一緒にね、出られる方は小林幸子さんだったり、氷川きよしさん、石川さゆりさん、おかゆさん、川島愛さんとか、そういうもうめちゃくちゃね、有名な方々ばかりで、やっぱ NHK って感じがね、結構するんですけど、そんな中にね、NiziU がね、もう出られるということがすっごい嬉しいなと思うのでね、今回もね、楽しみにしたいなというふうに思います。やばいですね。そして司会が谷原章介さんと赤木ののかさんですね。なのでもう本当楽しみがね、いっぱいすぎて、もうドキドキがすごすぎるし、来週がやばくって、特になんか来週の6日から10日まで全てね、 NiziU の何かの番組に出るという、もうすごいこと。しかも7日に関してはNiziU ピクチャーだったりスッキリもあるので、ちょっとね、その番組をね、軽くまとめたのでさらっと言うのでね、皆さんね、聞いてほしいんですけど、4月3日が日テレさんでバズリズム、これが0時59分からなので、まあ、言うて4月4日ってことですね、にあります。そして6日が今回のこの歌コンという NHK さんの番組、そして7日がアベマ TV の NiziU ピクチャーが9時から始まって、で朝にはね、スッキリの生放送があります。はい。で、これはね、テイカーピクチャー歌います。そして8日がSONGSさん10時半からですね、がありますます。そして9日が18時45分ですね、私この前19時って言っちゃったんですけど、18時45分から M ステに NiziU が出演します。そして10日がフジテレビさんのヘイヘイネオですね。もうこれでいっぱいあるので、もうね、とにかくね、忘れないように、私も前日とかに言えたら言うんですけど、皆さんの中でもね、スケジュールに入れていただければいいなっていう風に思います。そしてそれ以外でもローソンのね、コラボが6日からね、始まるっていう風になってたりとか、まあ、その CD もフラゲできたりとか、あと15日から後世の番組があったりとか、もう今決まってるものだけども本当にたくさんあるんですよ。で、私的にはでも USJ が気になってるんですけども、それわかんないので、もうそこ一旦置いといて、もうたくさんイベントあるし、来週はもう本当に NiziU のね、デビュー週なんで、もう超忙しいとは思うんですけど、もう一個一個ね、私も追っていくし、皆さんとね、盛り上がっていけたらいいんじゃないかなっていう風に思いますので、なんか昨日ね、コメントですごい嬉しかったものがあって、その NiziU が直接テレビに出ない日とかは、こうやってお肉さんのね、動画を見ることによって待てるみたいな感じで言ってくださったんですよ。そういうコメント本当に一つ一つ嬉しいですし、あとね、なんかそのメンバーにね、言う偏りがあるみたいなね、コメントもいただいたんですね。なんかこの時はこの子少ないとか、この時はこの子少ないとかあるんですけど、それね、毎回やっぱり私の見てるところも違うし、できるだけこの時はこの子をピックアップしようとか、そういう風に考えてはいるんですけど、どうしても例えば今回この子のアドリブがすごかっただったりとか、この子のこういうところがあったっていうところがあると、ちょっと多く話してしまうところもあるかもしれないし、別のところではこういう子が多いっていう風に私もね、できるだけしようと思ってますので、なんかそこら辺は、ね、申し訳ないんですけど、そのやっぱすぐ動画を撮ったりとか、できるだけ自分の中でね、頑張って
メモは取っているんですけど、申し訳ないなっていう気持ちがあるので、できるだけねみんなをピックアップしていけるようにね頑張りたいと思いますので、ぜひねそういうコメントもありがたいなって思うんですよ。私的にはね結構頑張ってバランス取ってるつもりだったとしても、皆さんの中でやっぱそう感じられたら申し訳ないなっていうのとかもあるので、気をつけていけたらいいなっていうふうに思います。やっぱ3万人って嬉しい気持ちはもちろんあるんですけど、コメントはねもうほんと全て読んで皆さんのね意見を頑張って受け止めていくので、全部はね無理かもしれないんですけど、変えれるところからはね変えていきたいので、そこはねご理解お願いします。はい、ということで今回この歌コンに出演がねもう決定した NiziU の感想をねたくさん書いていただければ嬉しいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではちょっとここでもお知らせさせてください。ちょっと何個かね、新しいことがね、どんどん出てくるので、ちょっとお知らせしたいことがあるんですけど、まず一つ目が、カイトさんっていう方からいただいたんですけど、NiziUモバイルで、いつもなんかそのポッピーシェイキンかテイカーピクチャーでハッシュタグつけてツイッターで書くと、ポイントがもらえるね、デイリーミッションみたいなのあるじゃないですか。で、あれがね、なんと、今日来たね、DM を読みますね。お肉さんおはようございます。NiziUモバイルのツイートで20ポイントもらえる企画なんですけど、3月29日から2つの両 A 面タイトルをハッシュタグでつぶやくと、写真のように毎日ダブルカウントでポイントがもらえてたので情報提供でしたってふうにねいただいて、すごくないですか？これめっちゃびっくりして、20ポイントずつで3回までつぶやけるのかなってやつだったと思うんですけど、テイカーピクチャーの方でやってもポッピーシェイキンの方でやってもどっちもで別々にねやると合計で120ポイント貯まるってことですね。で本当はね60ポイントしか貯められないっていうふうになってると思うんですけど、今回こういうのをね教えてくださって、あ知らなかったのでちょっとやってみようかなって思ったのととか言いながら、私全然つぶやけてないんですけど、でもう一つがこれはうっすら言おうと思うんですけど、 NiziU のね缶バッジが出るらしくて、6日から NiziU のねローソンのイベントは始まるっていう風になっていたので、まあ、これに関してはもうね決まっていることなので言っても大丈夫だと思うんですけど、これはちょっとなんかページが消えてたのではっきりね言及するのやめるんですけど、また情報が出たらまとめようかなっていう風に思いますので、ただねこれ結構ね高くって1000円っぽいんですよね。1000円でね2つの種類があるので、ちょっとで缶バッジとしては高いかなっていう風には思うんですけど、まあでもねやっぱね買っちゃうと思います。はい、大きい缶バッジらしいので、まあそれだったらなって思って、まあ多分買うと思うんですけど、まあこれも4月6日までには詳細がねちゃんと全ての詳細出るんじゃないかなっていう風に思いますので、全部ね出揃ったらちゃんと皆さんにお知らせしようかなっていう風に思いますのでね、こっから何本動画出すんだろうわかんないんですけど何個か出します。そして今日ねライブ配信3万人記念のやろうかなって思ってたのはもうちょっとねできないかなって思います。ごめんなさい。ちょっといろいろね情報まとめたり、これからねちょっと家族で死に行くことがあるので、まあ、それだけはねちょっとごめんなさいっていう感じなので、またねこの後の動画もチェックしてください。そんな感じです。